それでは、ここまでのところを練習問題で見ていきます。えー、5番の問題ですね。えー、内耳鼓を通るのはどれかという解剖の問題になります。内耳鼓を通るのは7番顔面神経か8番内耳神経のどちらかになります。選択肢の中では A の顔面神経を選んでいきます。では、次の問題です。海、えー、面静脈道を通過しないのはどれかということなんですが、この海面静脈道を通過する神経として、 3番、4番、6番、そして5番、三叉神経のうち、第1子、第2子とですね、これらが通過する神経として該当します。ですので、ここに該当しないのは、B、科学神経。これは三叉神経の第3子ですけれども、これが該当しないということになります。えでは、次の問題です。70歳男性で6ヶ月前から、作法が見づらいのを自覚していた視野検査の結果を図に示すということになります。 この黒く映っている部分が見えていませんので、これは左側の視野が見えていない、左の同盟反毛ということになります。ですので、この同盟反毛をきたす障害としては、試行差より中枢側ですね、右側の思索ですとか、思考線ですとか、そういったところの障害になってきます。ですので、選択肢の中では、A、試行差よりも中枢のレベルの障害であるが丸になってきます。 B、両目とも右側が見えないという記載ですが、これは両目とも左側が見えていませんのでツになります。網膜レベルの障害ではありません。そして眼圧の管理が必要という記載ですが、これはですね、緑内障を示すような選択肢ですね。緑内障は、あの、また違った特徴的な視野障害を示すことになります。そして E、同微速反毛という記載ですけれども、これのツで同名反毛の所見になります。 では次の問題です。28歳女性で自転車で乗用車と衝突して搬入された交通事故ですね。意識が昏睡していて脈圧く血圧は保たれています。右目のみ開眼すると右動向が4ミリ。同時に左目を開眼しても右動向径は変化しない。そして左目のみ開眼すると左動向径は6ミリ。同時に右目を開眼すると左動向径は4ミリに縮小するという記載です。 同行以上の障害部位として最も考えられるのはどれかと聞かれていますね。これは対抗反射の初見をもとに同行以上の障害部位を推定する問題になります。この対抗反射に関わるものとしては2番、視神経か3番、動眼神経か、そして右左左右それぞれありますので、まあ、そのどこが障害されていますかという問題なんですけれども、このような問題の場合ですね、 それぞれ対向反射の初見から、えー、この右目、左目、それぞれの,あの光の感知、感覚のところが OK かというのと、出力のアウトプットのところが OK かというのをですね、それぞれ見ていくとあの整理しやすくなります。まず、えー、右目を階段した時に右瞳孔径が4ミリですので、 これは右目については、光の感知も、そしてアウトプット、出力についても、両方 OK、きちんと縮動できているというような読み方になります。そして、同時に左目を考えしても、当然右瞳孔形は変化していません。そして、左目のみ、開眼すると、左瞳孔形は6ミリですね。ですので、左側に障害がありそうなんですが、同時に右目を開眼すると、左瞳孔形は4ミリになる。 右側については、視神経も動眼神経も OK ですので、右側からインプットがあった場合、左目の出力については OK ということで、これは左目の感覚の部分、つまり左目の視神経の方に障害があるというふうに読み解くことができます。ですので、この B の左視神経を選んでいく問題になります。では、次の問題です。突然の福祉を訴えて乱イしています。 えー、そして正面位と、えー、左右指示の眼位というのを示されていますけれども、これは正面の時、まあ、やや左目が内転しているようにも見えますが、このように左方子をさせた時ですね、特に明らかに見ることができまして、左目の外転ができていないということがわかります。ですので、外転させる神経は外転神経ですので、これは左の外転神経麻痺ということになります。 では次の問題です。えー、眼検下垂と副詞ですね、えー。患者の眼位の図を示しています、えー。このようにですね、左目の方に初見がありそうですが、まぶたとまぶたの間がこう狭くなっていますね。 そしてグッとこう持ち上げてみますと、目が外転位になっていて、右目に比べて賛同しているというのがわかります。このようにですね、目が外転位を取り賛同していて、眼検下水があるというのがですね、動眼神経麻痺に特徴的な所見になってきますえ。では次の問題ですね。ホルネル症候群です。 本流症候群は、動眼神経麻痺とは違って、交感神経の障害による眼球の症候になります。ですので、先ほどの眼鏡下水とは違って、眼裂が狭小化してきて、縮動が見られてきます。眼裂狭小ですね、まあ、初見として眼鏡下水と取り得ることもあります。交感神経の障害ですので、発汗の障害によって無干症になってきます。 例の眼球突出は違いまして、これはバセドウ病などで見られる所見ですね。では続いて12番です。歯の痛みを起きたすのはどれかということなんですが、これは顔面の感覚を司っている5番、三叉神経ということになります。では続いて13番です。 48歳の男性で、3ヶ月前から福祉と前頭部痛ですね。前頭部痛の範囲は左右差があって、右側のこの範囲ということで示されています。上院頭腫瘍を疑ったため、増 AMRI を行っているんですけれども、右海面上脈道に増 A される腫瘍が認められたということです。海面上脈道を通る脳神経ありましたね。3番、4番、6番、そして5番三差神経の第1子と第2子になります。 ここで聞かれているのは前頭部痛の原因を聞かれていますね。顔面の感覚を問われていますので、これは三叉神経のことを示しているものと思われますが、範囲がですね、この前頭部から目にかけてというようなところになりますので、5番、三叉神経の中でも特に第一子である D の顔神経を選んでいくという問題になります。では次の問題です。顔面神経が支配する菌はどれか 顔面神経が支配するのは表情筋ですので、これを選んでいく問題になります。この選択肢の中では A、顔輪筋が表情筋に相当してきます。B、口筋については咀嚼筋ですので、5番、三叉神経の支配になります。C、胸鎖乳突筋については首の筋肉ですので、11番、腹神経の支配になります。D、咽頭筋は喉の筋肉ですので、9番、10番の支配ですし、 眼検挙筋については3番動眼神経の支配になります。では次の問題です。30歳男性で朝起きて水を飲んだところ、口角から水が漏れているのに気づいて来院しています。顔面の写真が示されていますが、このようにですね、右の額にはシワが寄っているんですけれども、左の額からシワがなくなっています。そしてまぶたが下がっていて、口角も下がっていて、い指進行ということになります。 このようにですね、な左右差が見られるのが顔面神経麻痺の特徴ですね。そして顔面神経麻痺の中でも、額にまで症状が及んでいるので、抹消性の顔面神経麻痺ということになります。そして左側の症状がありますので、左側の抹消性顔面神経麻痺、これを選んでいく問題になります。 では次の問題です、えー。障害を受けるとパピプペポが発音しにくくなる脳神経は、えー、7番顔面神経になります。顔面神経の診察の中にも含まれる項目になります。では次の問題です。舌、えー、を出すと右に変異する、障害されているのはどれかということなんですが、舌の運動に関わるのはまず舌下神経ですので A か B ということになります。 え中でも右に変異するということは、右側の舌の前方への定舌がですね、できなくなっているということですのでえ、右側の舌下神経が障害されているということがわかります。えでは次の問題です。演下障害と左生等手相に来院した患者の発生時の陰頭部の写真を示されていますえ。障害されているのはどこかということなんですけれども、これがですね、 アーテン調校の初見でして、右側のですね、この校外班の持ち上げが不良になっていて、このように全体にですね、右の方に寄ってきているというのがわかります。ですので、これは右側の絶因神経と瞑想神経の障害を選んでいく問題になります。では、次の問題です、えー。脳神経と初見の組み合わせ問題ですね。一つ一つ見ていきます。まず、右の副神経の障害ですけれども、 えー、副神経というのは、強さ乳突筋や僧帽筋など、えー、首肩の筋肉ですね、えー。これらを支配している神経になります、えー。この右の副神経は、えー、右の強さ乳突筋を支配しているんですけれども、この右の強さ乳突筋が、えー、首を左へ回旋させる、えー、運動をしていますので、えー、これの回旋筋力が低下してくるというところで、A の組み合わせが丸になります。 そして B の右顔面神経麻痺なんですけれども、右の顔面神経麻痺がある場合、右の口角下垂が見られてきますので、これは左右の違いでツになります。そして右の舌下神経障害ですが、右に舌下神経障害がある場合、右側の筋肉、舌の筋肉が前方へ出すことができなくなりますので、 麻痺がある右側へ絶が変異してきます。これも、あの、左がツですので、えー、C もツになります。そして、えー、右の絶因神経障害がある際のカーテン調校の方向ですけれども、絶因神経障害がある場合、えー、右側の公害班を上げることができなくなりますので、検、え、索、ー、左へ引かれるカーテン調校が見られてきます。えー、ですので、D もツになります。 そして E の右三叉神経運動詞障害ですけれども、三叉神経は基本的にですね、顔面の知覚、感覚を司っているんですが、咀嚼筋に関しては運動詞を出しています。ですので、この場合、右の咀嚼筋の障害が起きて、この場合、化学がですね、右側に変異してくるという形になります。E の選択肢が少し難しくなりますが、 この右と左の組み合わせ問題になります。では次の問題です。脳神経とその機能の組み合わせについて正しいのはどれかということですが、まず A の三叉神経ですね。前、三分の二の味覚というところなんですが、味覚を司さどっているのは7番顔面神経で、三叉神経は知覚を司さどっているということで×になります。 そして B の顔面神経なんですけれども、前頭部顔面の知覚というところで、これは知覚ではなくて、表情筋の運動を司っています。知覚を司っているのは5番三叉神経になりますので、B の組み合わせも×になります。C の滑車神経ですけれども、滑車神経は同側の滑車筋ではなくて、同側の乗車筋になります。 カシャキンは3番動眼神経の支配になりますので C もツになります。そして D の絶印神経ですけれども、これは下の後ろ三分の一の味覚及び知覚を司っているので D の選択肢は丸になります。そして E の副神経ですが、これは陰頭後頭の筋ではなくて頸部の筋を司っているのでツになります。 陰頭高等については、9番絶縁神経や10番瞑想神経が司さどっています。はい。では次の問題です。えー、頭蓋底における脳神経の模式図を示しているんですが、えー、僧帽筋を支配する神経はどれかということです。これは脳神経の順番通りに並んでいますので、えー、非常にわかりやすいですね。 僧帽筋を支配する神経は、えー、首肩の筋肉で11番副神経になりますので、えー、K の11番を選んでいきます。えー、では、えー、脳神経の診察法の問題ですね。まず、A の動眼神経ですけれども、これは遠くを見るのではなくて、えー、眼球運動ですとか、えー、動向の方を見ていきますので、罰になります。 B の三叉神経ですが、これは顔面の近くを見ていきますので、まあ、額やあの頬の部分にですね、左右それぞれにティッシュを当てたりして感覚を見ていきます。E と発音するのは顔面神経ですね。そして C の顔面神経ですが、これは額にしわを寄せるということで丸になります。他に E と発音してもらったり、パピプペポを言ってもらったりします。 そして D の絶縁神経ですが、えー、これはカーテン調光や高温障害などを見ていきますので、え、×、ー、になります。舌を出すのは舌下神経の診察になります。そして E の副神経ですが、えー、これは僧帽筋を支配するので、肩の診察というところはいいんですけれども、まあ、後ろに引くわけではなくて、えー、こう肩を持ち上げるような動きをしてもらって、そこで筋力を見ていきます。